チャールズ・ジェネンズ、チャールズ・ジェネンズは、イギリスの著述家、ウィリアム・シェイクスピア研究家、メサイアなど、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのオラトリオ作品の台本作家として知られる。ジェネンズはおそらく、レスターシャーのゴープソウルで生まれた。ジェネンズ家は、ボリックシャーを地盤とし、17世紀に、鉄工業で財を成した一族だった。1715年2月に、 オックスフォード大学ベリオールカレッジに入学したが、卒業はしていない。ジェネンズは、イングランド国教会の熱心な信徒だったが、先制拒否者であり、その心情は修正変わらなかった。なお、英国人名辞典では先制拒否者であったために、卒業できなかったとするが、スミスによると、当時の富裕層は学位を取得しないことが多かったため、必ずしもそうとは言えないという。ジェネンズは、 音楽に並々ならぬ関心を持っていた。楽譜収集家でもあり、イタリアオペラの楽譜を現地から取り寄せ、アントニオ・ビバルディの出版譜のほとんどを収集していた。ヘンデルにも自分のコレクションから楽譜を貸し与えている。ヘンデルの楽譜の忠実な予約購入者でもあり、ヘンデルの音楽を聴くためにロンドンのみならず、オックスフォードにも出かけた。ジェネンズはまた、 エドワード・ホールズワースによるベルギリウス研究の協力者でもあった。1747年に父が没しジェネンズは一家の広大な土地と建物をすべて相続した。ジェネンズはゴプソールの自宅を荘厳な邸宅に改築し、また絵画や彫刻を大量に収集した。1770年、70歳になる年にシェイクスピアの皇帝全集の出版を開始し、 1773年に没するまでに5冊を完成した。ジェネンズは本文と異文を同一ページに記載した最初のシェイクスピア劇編参者であった。結婚はしなかった。ヘンデルの作品のうち以下の作品はジェネンズによって台本が書かれた。エジプトのイスラエル人の台本作者は不明だが、ジェネンズが関わっていた可能性もある。ジェネンズの台本には、 彼の心情が反映されているとされる。例えば、メサイアには当時のリシンドンに対してキリスト教を擁護する立場が現れているという。しかし、ヘンデルがそのような意図を理解して作曲したとは考えにくい。ヘンデルがメサイアをわずか3週間余りで作曲してしまい、ジェネンズの手の届かないダブリンで初演したことについて、ジェネンズは腹を立てた。ありがとうございます。